ホールデン・コール・フィールドは、アメリカの作家、J.D. サリンジャーによる1951年の小説、ライムギ畑で捕まえての主人公である。独特の言い回しと、少年らしい潔癖さやデリケートな感性、また弱者に対する優しさなど、発表から半世紀以上経った現在も色あせることなく、読み継がれる主人公の一人である。ホールデンが初めて描かれたのは、 1941年に執筆された短編、マディソン町外れの小さな犯行である。本作ではホールデンは、ニューヨークのティーンエイジャーであり、ガールフレンドのサリーとの会話やデートのシーンはそのまま、ライムギ畑で捕まえての元になっている。ザ・ニューヨーカーに掲載される予定だったが、真珠湾攻撃による太平洋戦争の勃発という、時世に若者の 反乱の物語はそぐわないとされ掲載は延期、終戦後の1946年12月21日に同紙で発表された。1945年12月22日にコリアーズ紙に掲載された短編、キチガイの僕もライ麦畑で捕まえての原型となる作品であり、スペンサー先生との会話の後、自宅に帰って、 妹たちとやりとりした後就寝するホールデンが描かれる。ありがとうございます。